次に岡本明子君。岡本君。立憲民主党の岡本明子でございます。質問の機会いただいてありがとうございます。時間が限られておりますので、最初にちょっと地方財政のことについて2点伺わせてください。1つ目、まさにそのテーマについて伺います。保健所の保健師さんを 1.5 倍にするという大変嬉しい情報でございます。財政措置をしただけに終わらず、しっかり充足をするのかどうか、この点、厚労省、今日来ていただいていると思いますけれども、検証もするんだということも含めて、決意をいただきたいと思います。できればですね、保健師さん、虐待ですとか、母子保健ですとか、高齢者福祉とか、公衆衛生以外もさまざまです。できれば分野別に保健師の把握をしていくという決意も持っていただきたいと思います。1点目、この点、お答えください。厚生労働省、宮崎大臣官房新官。お答え申し上げます。地域における新型コロナウイルス感染症対応におきまして、保健所には大変、非常に重要な役割を担っていただいております。必要な人員の確保につきましても、可能な限り取り組んでいくことが重要でございまして、令和3年度の地方財政措置においては、委員ご紹介のように、保健所で感染症対応業務に従事する保健師の増員を図ることとされたところでございます。今般の措置が、新型コロナウイルス感染症対策、感染症対策に係る保健所の体制強化につながりますように、厚生労働省といたしましても、あらゆる機会を通じまして、各自治体での増員に係る働きかけを行いますとともに、その状況につきましても、総務省と連携の上で、実態を把握してまいりたいと考えております。また保健師の分野別の体制の把握につきましても、自治体の負担等も考慮しながら、検討してまいりたいと考えているところでございます。岡本君。はい、総務省が常に現場の味方、自治体の味方として、やはり今回の財政措置、判断いただいたことに感謝を申し上げますし、現場で本当に充足をして、市民サービス、行政サービスが行き届いているかどうか、この点についてもしっかり厚労省と連携をして見届けていただきたいなと思っています。ちょっと時間の関係がありますので、今、総務省の最重要課題となってしまいましたの接待問題について伺っていきたいと思います。資料1をご覧ください。これ、ちょっと今日修正が出ましたので、修正前の資料だということをご了解いただきたいと思いますが、この中で黒丸をつけていたところ、それからあと、編みかけより下の部分、これ、総務省で調査をしたの総務省の職員に聞いた中では出てこなかった。東北新書さんに聞いて初めて明らかになったもので、ご本人が認めたということを伺っております。率直に大臣に伺います。総務省の中で職員にちゃんと分かることは話せよとおっしゃったと思います。かなり強く決意を述べられたと思うんですが、対象の4名に関しても、実は記憶がなかったのかもしれませんけれども、新たな事実が出てきた、しかもそれ以外にも対象者がこれだけいた、結論として、今、この倫理に関しては処分をされたということ、省庁の中で職員が素直に記憶を取り戻してあらん限り出てこなかったということに関しては、大臣としては非常に残念だったんじゃないでしょうか、そのことと処分のこと、お答えいただければと思います。武田総務大臣。そうした内容が出てこなかった残念ではなくて、もう倫理違反自体がもう残念であるわけであって、こうした事案が発生したときに、とにかく再発防止に努める前に、徹底的に真相を究明して、真実を明らかにすることが重要であります、その旨、調査チームには厳しい指示を出しました。岡本君。はい、倫理に関して、違反があった部分については処分が行われました。で、大臣の強い決意のもと、さらに行政に歪みがなかったのかどうか、これは検証する第三者のチームを立ち上げるということも伺いましたので、ぜひ国民にとってしっかり分かるように、そして決して
結果として一部のところで行政が歪められて、国民の不信になる、そういうようなこと、万が一あったとすれば、それは毅然としていただきたいですし、そのことも含めて、真相をしっかり解明していただきたいと思います。今日山田内閣広報官、お越しいただいておりますので、何点か伺わせていただきたいと思います。先ほどですね、櫻井衆議院から、ザ・シネマのスロットと返還が不足していたにもかかわらずと優先順位が挙げられて認定されたのではないかと疑念がある、これと、この時期と会食をしたのは時期が違いますけれども、会食をした時期に山田広報官が会食をした時期にこのこと話題にはなりませんでしたか。参考人、山田内閣広報官。お答え申し上げます。会食の時期というのは、私はもう放送から離れておりまして、国際担当でございまして、そういった個別の話題が出たという記憶は全くございません。岡本君。はい、全くなかったということですね。で、担当も離れていたのに、逆になぜ東北新社さんから審議官にご案内が来たのかというのも不思議でならないんです。で、逆に一件だけだと今日午前中お答えになっておりましたけれども、局長で在職していたとき、それから審議官といっても総務省の、非常にさらに上の、役職についていらっしゃると思います。なぜ東北新社からご案内が来る、そしてなぜ東北新社から来たのに参加をするという決意をされたのか、お答えください。はい、参考人、山田内閣広報官。お答え申し上げます。まず この会食の趣旨でございますけれども、社長が変わられまして、その、お祝いといいますか、それに伴って、懇親をというお話であったのではないかというふうに考えております。で、懇親の場というものでございますが、先生ご指摘のように、もちろん仕事の関係も懇親というのもございますけれども、必ずしも仕事の関係がなくてもいろいろな情報収集するという意味で、全く関係のない方と会食するということは、それはあろうかというふうに思っております。で、私自身ですけれども、当時の記憶は若干曖昧ではございますけれども、東北新社さんは映像関係のさまざまなお仕事をされているところで、そういった関係で、お話をいろいろ聞いてみたいと、新しい社長のお話を聞いてみたいという気持ちがあったのではないかと思います。岡本君。はい、元年の11月、社長が交代されたということで、資料1位を見ても元年の11月12月にいろんな方々に東北新社さんアプローチしていらっしゃいます。社長が交代したといういいきっかけもあったのかと思いますが、やはり関連するところにアプローチをしていたのではないかと思わざるを得ません。で、逆に先ほど東北新社さん映像の会社だとご答弁になりました。衛星通信、衛星放送に関しては東北新社さんは全く関わっていない、当時は思いつきもしなかったということで間違いがないかどうか。それからもう一点、菅政合さんが案内では分からなかったけれども、当日会場にいらっしゃった菅政合さんは囲碁将棋チャンネルの取締役です。まさに利害関係者に当たるのではないかと思うんですが、その会食に行かれてご本人と会われて囲碁将棋チャンネルの取締役と一緒に食事をしたということについては、
その時はごちそうになってはいけない、そういう判断はなかったんでしょうか。参考人、山田内閣広報官。お答え申し上げます。まず2点目でございますか。菅政合様でいらっしゃいますけれども、当時の肩書きを私自身きちんとチェックをしておりませんでしたので、そういう意味で直接の許認可の対象の職員、社員でいらっしゃるということを十分に認識していなかったということでございます。もう1点すいません、東北新社さんが衛星も生業にしていらっしゃるということですね。東北新社の子会社さんが、もちろん衛星関係のことをやっていらっしゃるということは承知はしていたかと思います。一方で東北新社本体の方が直接の、認定あるいはその許認可の対象と なるような事業をダイレクトにやっていないというふうにちょっと当時思っておりまして、ただ今回の、総務省で行っていただきました報告書の中では東北新社としても、利害関係があるというふうに認定されたということでございますので、いずれにいたしましても利害関係者の認識について非常に甘かったということでございます。岡本君。はい、会食の時にはまだ衛星の会社だという認識は甘かったということでよろしいですか。ちょっと話が飛ぶんですけれども、あと先ほど櫻井議員との話の中で、情報交換をされたとおっしゃっています。で、情報交換というのはお互いにご自分の、特に肩書きで参加をされて、例えば幼なじみだとか同窓会だというのは別として、肩書きを持って参加された場合の情報交換というのは一定程度お互いが持っている仕事の情報を交換するというのも一つの目的かなと思うんですが、先ほどご答弁された情報交換の中身を お示しください。参考人、山田内閣広報官。お答え申し上げます。会食の場でございまして、何を、どんな形でお話をされたかということは覚えてはいない、覚えていないというか、きっちりと記憶があるわけではございませんけれども、今から振り返りまして、何かを頼まれたとかいう記憶はございません。また会食の時点では衛星放送の担当からは外れておりまして、私自身はその衛星放送関係の仕事には一切当社タッチはしておりませんでした。岡本君。はい、もう一度会食のところの記憶も曖昧なので、局長時代の記憶もさらに厳しいのかもしれないんですが、ちょっと思い出していただきたいんですが、情報流通行政局長をされていた頃ですが、一水会という会の名前というのは記憶はありますか。一に水と書く。参考人、山田内閣広報官。お答え申し上げます。一水会というのは申し訳ありません、ちょっと分かりません。はい、岡本君。局長をされていた頃、一般社団法人衛星放送協会、これ衛星放送の事業者さん方で作っている協会なんですが、ここの存在はご存知でしょうか。そして、局長だった時のこの時の、代表会長とおっしゃるのかな、会長はどなただったかっていうご記憶はありますか。あるいは歴代会長はどなたが務めていたのか、そのご記憶ってありますでしょうか。
参考人、山田内閣広報官。申し訳ございません。衛星放送協会は存じ上げております。存在としては存じ上げておりますが、衛星放送協会の会長がどなただったかということについては、全く記憶にございません。岡本君。はい、現在の局長に伺いたいと思います。吉田局長、すみません。現在のこの衛星放送協会の会長がどなたかというのはお分かりになるかということと、この衛星協会で、ごめんなさい、分かりました、じゃあ、結構です、すみません、ですね、この一水会というのが、実はこの衛星放送協会で、原則偶数月の、偶数月に、定期的に開催をしている情報交換で、総務省の衛星地域放送課の方々が毎回参加をされているようなんですね。で、ここの課というのは、局の中にある課なのかなと思いました。で、実はですね、この衛星放送協会というのは、4代会長が変わっておりまして、東北新社の前の上村会長も、この衛星放送協会の会長を務めております、そして今現在は、東北新社さんの社外取締役が会長を務めております、でこの協会は、いろんな場面で、講演をしてもらったり、あるいはここの協会で番組の評価というのがありまして、アワードというのがありまして、その表彰式には総務省の幹部からもお祝いのメッセージとかいただいておりますので、所管する局にとっては、まさに衛星放送の業界の方々の取りまとめをしてらっしゃる団体なんだと思うんですね。でここのうちの4代のうち、2代が東北新社の社長、または社外取締役が会長を務めているということは、本来であれば、通常であれば、担当業務の中で関係する業界の会長がどこの会社なのか、でもしかしてその東北新社という名前を見たときに、なんで映像の会社が衛星放送協会の代表するまでの役を持ってるんだろうか、普通そこに気がついて、ごくごく自然じゃないかと私は思うんですけれども、ちょっと総務大臣にこのことをお聞きできますか。衛星放送協会、いわゆる業界の関係というのは、各省庁にとっても非常につながりが深い団体なんではないか。だからこそ毅然とした対応と倫理的な対応、万が一にも癒着になるようなことがあってはならない、そういう関係を築くべきだと思います。総務省が所管をしている、業界、団体との付き合いに関しては、総務省として、大臣として、ご自身の信念でも結構ですけれども、考えがあったらご披露ください。武田総務大臣。おっしゃる通り、毅然とまた倫理的に対応しなければならないと考えております。はい、岡本君。はい、この後、総務省の中で調査を進められると伺っております。人事院の方はあくまでも倫理という言葉がどこまでかというところで、今回初めて知りましたけれども、接待とか共謀とか、そういう部分に関しては人事院の倫理委員会で行いますけれども、それを上回る疑念については、総務省の中でまずしっかり検証するということだと思います。先ほど申し上げましたとおり、資料1にございます、私からすると、今申し上げたとおり、衛星放送協会の
会長も務めるような会社というのは、もうまさにドンピシャ衛星放送業界を代表する企業じゃないかと思います。そして一方で、菅正剛氏は少なくとも囲碁将棋チャンネルの会社の取締役です。これはまさに衛星放送の番組をもって許認可を受ける立場の役員でもあります。100歩譲って東北新社は当時気がつかなかったといえども、菅正剛氏本人がいらっしゃるところは、もうすべて利害関係そのものだと思いますし、まあ、私、まあ、一般的な感覚でいきますと、やはりこういう業界を代表する役についている会社が、衛星放送と全く関係なくて、子会社がだけがやっている企業だという位置づけで、お付き合いをしているというところも、非常に疑念が生じます。と先ほど、まあ、櫻井議員から、もしかしたら放送行政が歪められるようなことも、決して全く白とは限らない、だからこそ内部調査をしっかり行って、白黒をはっきりさせる、これは毅然とした態度で臨んでほしいと思います。最後に大臣に改めて、この調査というのを第三者を交えてということで、あと前回私も申し上げました通り、菅総理から透明性をという言葉が私としては印象に残っています。これは国民にとって透明性をが担保されなければいけないと思います。この調査の進め方について決意を大臣から伺いたいと思います。武田総務大臣。数々のご指摘をもとに、透明性、客観性、公正性、そしてやはりどなたが見ても納得のいく検証委員会でにしなければならないと考えております。有識者のいろいろなアドバイスも導きながら、しっかりとしたものに仕上げていきたいと考えております。岡本君。これはいつまでにという目標を持っていらっしゃるんでしょうか。武田総務大臣。現在、われわれが勝手に決めるんではなくて、本当に客観性のあるものにしたいんで、さまざまな有識者に意見を求めております。一方で、可能な限り早く、これをしっかりと立ち上げるように指示をもうすでに出しております。岡本君。はい、客観性をしっかり持って、透明性を担保して、国民にとって分かる、調査結果ということをお待ちしたいと思います。現在、自治体では、ワクチン接種に向けても大混乱起きております。昨日4月22日に自治体の高齢者接種という言葉が総理から出ましたが、河野大臣の話を聞いていると、一般市町村に確実に届くのは4月26日の週だと聞いておりますので、このずれについても自治体混乱をしております。自治体のサポートもしっかり行っていただきたいことを申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。